お久しぶりです。盆栽級をやってます。田口正人です。衛星ラジオっつってるのにね、衛星ボーイとも言います。サブチャンネルあまり動かしてなかったので、ちょっと、ラジオぐらい上げとこうかというような内容です。ただタイトルがね、褒めてくださいというタイトルなので、再生数も疑わしいですし、本当の本当に盆栽級のオタク、聞いてる盆栽工作の皆さんしか聞いてないと思うんですけども、モチベーションですね。YouTube は、定期的にちゃんと上げてるし、コンテンツは面白いものを上げてるというふうに思ってやってます。ただやっぱりモチベーションが大盆栽祭り終わってから少し落ちている。やっぱ熱くなれないっていうかね、僕のことご存知の方は、私は熱い人間だっていうことは分かっていらっしゃる方も多いと思います。やっぱ熱くなりたいんですよね。この先、大盆栽祭りと、同じような感じですけども、あれですね、100周年。大宮盆栽100周年もあるので、そこに向けて頑張っていきたいなっていうところもありますし、皆さんの中でね、お前何やってたの？別に大盆栽祭りで何かやってたの？って思う方もいらっしゃるかもしれない。けどね、一番宣伝してお客さん呼んだのは誰かって聞かれたらね、誰も言わないから言いますけど、多分盆栽級だと思っています。若者多かったですよね。いっぱい声かけられました。ありがとうございます、皆さん。そんな中でですね、いろいろやってるんですけども、陰ながら。100周年に向けて、今後また頑張っていきたいなというふうに思っています。けどですね、近々、近いところの目標というか、イベントみたいなものがないんですよ。よく、カンタさんにも相談するけど、なんかやりたいと。夏、多分暇になるからっつって。夏はね、盆栽、皆さんやらないじゃないですか、暑いから。だから、再生数落ちるんですよ。で、取るものもちょっとなくなるんですよね。すいません、喉イガイガして。取るものもなくなるので、結構暇だったりするんですよ、多分。もうね、去年なんてね、今の収益ってくるとなんかあれだけど、3分の1ぐらいだったんですよ。やばいっすよ。コロナにもなっちゃったし。でもほんと食べていけないみたいな、本当のやばいっていう状況だったんですよ、実は。になったけど、なんとか乗り越えて、とにかく夏は暇だと。いうところで、なんかやりたかったんですけど、夏に盆栽飾るのもちょっとむずいっていうところで、そっかーなんつって、モチベーションがちょっと下がってきたと。じゃあちょっとモチベーション上げるためにちょっと皆さん褒めてほしいじゃないっていうところですよね。ただ、ありがたいことにですね、皆さんに褒めて実はいただいてます。もうほんと会う方会う方ですね。盆栽級面白いとか、いつも見てるよとか、チャンネル登録者何万人すごいねとか、いろいろ言っていただけます。ただですね、やっぱね、入ってこないというか、申し訳ないですけど、自分で納得できてないっていうかね、満足できてない、 YouTube に関して。だから言われると、いやまだまだほんと全然っすよってほんと心から思うんですよ。一番じゃないから許せないんですよ。一番面白いもの作ってる自負があるから、盆栽で言えばね。だからちょっと悔しいなっていう思いをずっと抱えたままですね、います。だからちょっと僕が気持ちよくなりやすい褒め方を今から言いますんで、皆さんそれをね、実践して、私に会ったらですね、言っていただきたいなっていう、そういうラジオです。で、盆栽級って、他の YouTube ね、いろんなのあると思うけど、出てる人が毎回変わるんですよ。ね。出てる人が毎回変わるけど、ちゃんと盆栽級の動画になってるじゃないですか。これって、すごくないですか？誰だろうな。初めて行く盆栽園の人とか、初めて行く展示会とか、いろんなところにね、行きますよ。今でこそね、みんな顔見知りの人も多いですけど、もう最初なんかそれ、ほんと真っさらな状態からやってるわけじゃないですか。
で、そんな中で、盆栽級って言ったら、やっぱちょっとコミカルに、盆栽の知識を得ながら、なんか一緒にこう楽しんでいける。教えてくださる方と、インタビューの私、初心者代表の私がちょっと、こうやり取りをしながら、面白おかしく盆栽を学ぶっていうのが、盆栽級じゃないですか。それを、どの人でも、どんな場所でもやるっていう、この難しさですよ。これを実践できてる人は、今、日本に私しかいないんですよ。褒めてください、どうぞ。ね、コメント欄にいろいろ書いていただきたいというふうに思っております。これが、まあ、僕のこの問答もそうですけど、まあ、編集もそうですけど、今言ったところは、例えば、こうでこうでこうやってやんだよって言われてもそこは使わない。でもその後もう一回聞くんですよ。そうするともう少し丁寧に答えてくれるじゃないですか。2回目聞いたら。で、その2回目聞いた時に丁寧なやつだけ使ったりするんですよ。わかります？その場で脳内で編集して今のやつ使えるかな使えないかな、あ、じゃあ使うためにはどういうふうに質問したらいいかな、じゃあこうやって聞いたらこうやって返してくれた、じゃあここ使おう。これを各現場で始めていくとこどうか、慣れてない人とか、まあ、慣れてる人でもやりますけど、そういうのをやって全体の統一感を、作ると。あくまでもこの初心者の人とか、まあ、経験の少ない人とか初めてそういうのを知る方に分かりやすいように、お届けするっていうところですね。で、やっぱね、一個思うのがやっぱりね、こう視聴者の人とか来たりして、ああ、ひるまさんだ、写真撮ってください、みたいな。ああ、かんたさんなんだ、とか。あと、かんたくん、こう、仕事の依頼とか来たりするじゃないですか。なんだろうな。二人とも素晴らしい人です。大好きです。けど、まあ、それの、変な話、作り出してる、一人じゃないですか、私も。おこがましいです。はい。でも今日タイトル褒めてくださいなので。例えばね、もうなんか実名上げるのも嫌なんですけど、どうかと思うけど、ひろまさんとかって喋りめちゃくちゃうまいじゃないですか。ね。面白いし、コミカルだし。わかりやすいし。でも、わかりにくい説明の時もあるんです。あと、こう喋ってる途中で話変わっちゃう時もあるし、っていうちょっと難しい話するときは、それで言うとのがいっぱい入ってるやつもあるんですよ。それを私、編集で全部カットしてるんですよ。で、一番分かりやすいところを分かりやすくこうやってるんですよ。それはもう、ひるまさんのためっていうのも、まあ、若干あるけど、まあ、視聴者さんのためですよ。聞きやすく分かりやすいよ。だけど、それをやることによって、ひるまさんの株が上がる。僕も嬉しい。嬉しいんだけど、その私の陰ながらの努力誰か気づいて誰か気づいてっていうね、今日こういうラジオですよ。はい、そうですね。まあ、これを聞いてこれをまあ褒められても恥ずかしいだけなんですけど、まあコメントに書くぐらいだったらね、そうそう、俺気づいてたよとかさ、あ、気づかなかった、今度からそれ注意してみますとかね、そういうのがあってもいいのかななんて思います。でもこの目的はですね、私のモチベーションを上げるものなんで、まあ、正直ラジオだし、サブチャンネルなんで再生数なんか期待してません。今聞いた、ここまで聞いた皆さん、何かこうモチベーションを上げるためのことを書いてください。はい。モチベーションを一番上げるのは僕に仕事回してください。あと、一緒にこういうのやりませんかとか。なんかやることがあるのが一番楽しいので、褒めてもらうよりも多分、モチベーション上げるのは、今度こういうのがあるんでこんなのやりませんかって話振られる方が面白い。それ興味なかったら興味ないって断っちゃうんですけど、そういう感じですね。面白いことやっていたいっていう感じです。というわけで、長々話してきましたが、まあ簡単に言えばモチベーションを上げたいということです。そうですね、今年こそチャンネル登録10万人いきたいななんて思ってたんですけど、
うーん、怪しい。うん、5月、6月、5月かな、5月は結構良かったんですけど、あ、このペースいければいけるかなと思ったけど、あ、どうせ夏で下がるんだって思ってね、さらにモチベーション下げるっていうような感じでした。なんか面白いことやりたいっていうね、なんか面白いことないかなってもう口癖のように言ってます。なんかあったら一口乗らせてください。はい、金儲けとかは興味ないんで、面白いやつですね、盆栽絡みで企画、イベントお待ちしております。展示会呼んでただ宣伝してほしいだけみたいな人もはちょっとお断りします。はい、展示会ってあんま動画として面白くないですよね、多分見てる人もね、なんか一個のもう一個載せないとっていう感じがしてます。はい、というわけで、ありがとうございました。